常林寺は、京都府京丹後市大宮町下常吉字迫にある、曹洞宗の寺院。正名は、東光山常林寺。伊予寺に、深斎大久の地蔵菩薩を本尊とする、平地地蔵院があり、毎年11月23日に、身の着せ行事を執り行う。当時に伝わる記録によれば、曹洞宗の和尚、宗雲利により1667年に、開山、1710年の冬に、常吉村障子毘沙門から、現在地に遷座した。1712年に本堂と庫裏を再建、1718年に3号を東光山と改称した。1833年3月、常林寺八世聖恩和尚は、3年の歳月をかけて広く鬼舎を仰ぎ、上常吉の平地峠に平地地蔵院を建立する。1877年6月28日に民家の火災の影響を受け、本堂をはじめことごとくを焼失する。この際、時報や古記録も失われ、現存していない。2020年現在、現存する庫裏は1881年3月26日に新築、本堂は1885年3月10日に再建した。このほか、一宇の地蔵堂があり11体の地蔵を祀り、墓地の参道にも地蔵を並べ、裏山には88体の地蔵を祀っている。裏山の地蔵は1918年3月に祀られた。88箇所巡りと称して崇敬される。京都府京丹後市大宮町下常吉350。ありがとうございます。